発表があります。どうも、ビスタンです。私、ビスタンのチャンネル、今までいろいろ模索していろんなタイプの動画を作ってきて、現在も日々勉強中なんですが、実は最近なんとなく不完全燃焼気味なんですよね。動画の数字が伸びる伸びていないというよりも僕自身のハートの問題でして、というのもトップ YouTuber の方々の日々を自分なりに想像してみると、もっともっと覚悟を決めてもっと必死にやってるんじゃないかなと、それと比べると僕はまだまだ甘いんじゃないかな、これ覚悟が足りないんじゃないかなと、実はくすぶってる部分が最近特にあるんですよ。いいものを作ろう、数字をもっと得てやろうとするばかり、ついつい頭で考えすぎて結局なかなか行動に起こせない、むしろ空回ってしまう。今回そんな自分の悪い癖を払拭すべく、もう行動発信せざるを得ないチャレンジをすることに決心いたしました。というわけで発表します。ビスタンは2020年6月の1ヶ月間毎日ドラム叩いてみた動画を投稿します。そして毎週 YouTube ライブを放送します。つまり叩いてみた動画は少なくとも1日から30日の30曲の動画30本、 YouTube ライブは毎週金曜日夜10時からの最低4回配信します。YouTube ライブでは主に1時間以上皆さんとコミュニケーションを取りながらドラムに関するレッスン的な内容をお届けしたいと思います。ちなみに取りだめた動画は1本もありません。日々皆さんからのリクエストも随時受け付けながら動画にしていきます。僕の好きな曲はもちろん流行曲、アニソン、ゲーム音楽、超絶ドマイナー曲、ネタ曲、何でも来い。毎日1本演奏の動画を投稿するなんて本当にできるのか、ぶっちゃけわかりません。ですがやってみなければわからないからこその挑戦なのです。もちろん手を抜くつもりもクオリティを下げるつもりも一切ありません。動画の広告収益は共有というステータスでアーティスト様本人に分配されます。僕にはほとんど入りません。現実問題、チャンネル存続の観点だけで言うと正直賭けの部分もございます。ですがやはり一番の目的で言えば、もうごちゃごちゃ死ぬもの言わずいろんな曲を爆叩きまくってみんなにも楽しんでほしいぜっていうのが一番シンプルなモチベーションだったりします。この30本を達成した後は仲間をもっともっとさらに増やし、実現できることの振れ幅をどんどん増やしていきながら、必ず皆さんにとってためになる、楽しめる、感動するチャンネルにしていきたいと思っています。現状の登録者数は2万人、本当にありがとうございます。ですのでこの挑戦に際し皆さんに3つお願いがあります。チャンネル登録をお願いします。通知をオンにしてください。高評価をお願いします。チャンネル登録によって通知が来てほしいとか、そういう機能的な便利さを求めるというより、まあこいつがこんな言うならちょっと応援してやってもいいかという気持ちのワンクリックで構いませんので、どうか一つよろしくお願いします。このチャレンジ中の期間は Twitter にて日々アップした動画や活動内容を記載していくビスタンカレンダーを作って毎日更新していきます。ぜひフォローの方もよろしくお願いします。みんな、このビスタンチャレンジ2020、見届けてください。応援よろしく頼む。